動画編集で重たい処理というとクロマキー合成、そこそこのスペックのコンピューターでしたら一つのクロマキーでしたら大丈夫だと思います。でも場合によっては複数のクロマキーを使いたい場合があるんですよね。複数人いるように合成する、こんな感じでの合成ですね。でもクロマキーの映像を多く加えると再生もたつきますね。我慢して編集するっていう方法もあります。でもそんな余計なストレスで創造的な活動を阻害されるのはもったいないです。これいい方法があります。クリエイティブクラウドに加入してればアフターエフェクツついてます。まずはクロマキーの素材を全部アフターエフェクツに取り込んで、そこでクロマキーを抜いてください。抜いた後でレンダリングして保存します。保存するときオプションで RGB プラスアルファマットなしを選びます。これで保存をかければクロマキーの背景が抜けた映像が出来上がります。そしてプレミアに取り込んで編集してみてください。プレミアの中でクロマキーの切り抜きを行うのと比べると格段の差ですね。スムーズに動きます。このサンプル5個の映像を重ねてます。でもスムーズですね。先ほど直接クロマキーをかけた時、その時はカクついてました。でもこんなにスムーズですね。でもこれじゃレンダリングする時間が必要だよ。確かに必要です。でもこれ夜やっとけばいいんですよ。クロマキー素材を全部アフターエフェクツでキーを抜いた状態で保存する。寝る前にレンダリングを開始して朝起きたら終了してる。取りためた素材を全部レンダリングしてしまえばいいんですよね。まあこれ料理に似てますね。炊飯夜やらないですか。そのような感覚なんですよね。お米を炊くみたいな感じでクロマキーの切り抜きと保存を前日に済ましとく。より創造的な時間を作り出せる。実際に編集作業をしてる時間も短くできる。非常にいいことなのかなと思いますね。 Thank you.